はい、こんにちは。日本改革徳沢です。ドラゴンリー様、シャドウガーデン様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。小池都知事がですね、東横インを視察したそうなんですけれども、事前にキッズは追い出され、まあ、立ちんぼやってる、少女たちでしょうか。路面もピカピカに清掃、されていたということで、なんか中国とか北朝鮮みたいだな。抜き打ちで行かなきゃ、視察の意味なくないか、思うんですけれども、まあ、滑稽っていうか、まあ、面白いな。8月10日、昨日ですね、総務省有識者会議が開催されました。NHK ネット事業を必須事業、イコール本業と認め、テレビを持たない人からも費用負担を求める、ネット徴収を正当化しておりました。異論は出なかった。ということで、決まったみたいですね。終わった。そりゃそうだ、会議の人選は総務省なんだから、総務省に都合いい連中呼んでますよね。絶対ダメなんていう私みたいな人はですね、放送じゃなくて、通信だっぺネットは。なんで放送協会がシャシャリ出てくんのなんていうですね。大反対する人は、そもそも有識者会議に呼ばれない。いうですね。世論です。結局こうなる。総務省ダメすぎる。英仏は受信料廃止する。過剰なほど黒字なのに。有識者って誰だよ。スマホやプロバイダーに上乗せ徴収の流れになるね。災害時にネット使えると思ってんの？放送法と電気通信事業法で明確に分けられている業務を本来業務とすること自体がおかしいんだけど、そのうちネットにつながる全員が公平に負担すべきって言い出す。同じ扱いなら民営になれよ。有識者から異論は出なかった。なんか思ってたより着々とですね、ネット徴収実現が進んでて怖いっすね。次は徴収方法が話し合われるっつ流れですかね。つうかもう決まってるんだろうか。それをですね、さも有識者会議の有識者の意見としてご披露するんでしょうか。7月11日 NHK 経営委員会資料、こちらですね。すでにネット事業は NHK の本業になる前提でこの資料を作られつつですね、総務省に根回し終わってんですかね。資料の結びの一言、ネットだけから情報を得ている人にも等しく、これテレビ持ってない人想定してますね。義務を負うのがネット事業必須かと理解している。つまりネットだけ見てる人、テレビ持ってない人も等しく義務を負うべきと、それが事業必須化だ、ネット事業必須化イコールネット徴収だっていうふうに NHK は考えてるみたいでね。他のですね、サブスク同様に、まあアマプラとか、あとあれですか、 D アニメみたいにID とパスワード発行のスクランブル方式なら問題ないですけど、それには NHK 反対してんですよ。放送法15条のあまねくに反するだそうでね。その時だけフリーで見れるようにした方がいいんだね、したらいいんじゃねえの。災害時に困っからみたいなことを、ごにゃごにゃ言ってますけど、その時だけフリーで見せればいいんじゃねえの。最近だって急にですね、受信料は番組視聴の対価ではなく、NHK 存続のための特別負担金って言い出してんで、これスマホ料金やプロバイダ料金に上乗せ徴収される可能性が高いです。実現したら暴動起きそうだな。自民党野党転落か。年内にですね、 NHK ネット徴収反対でもやります。涼しくなってきたら総務省と NHK のやり口はひどすぎるって思った方、スマホ持ってるだけで NHK に金払いたくないって思った方、ご参加ください。よろしくお願いします。時事通信、内閣支持率 26.6% 危険水域に。嬉しそうに報道しておりました。マイナ保険証のせい、余計な感想を付け加えることも忘れない、ゴミマスのテンプレですね。世論です。もうダメかもわからんね。そりゃ通ってたら離れるよ。安倍総理の岩盤が支える気なくしたんだろう。スワップとホワイト復帰で見切りつけた。LGBT 強行成立させて不法滞在者に特別滞在許可、
女子議員にパリ旅行プレゼント、補助金停止でガソリン205円超え、支持率下がることばっかりやってるから、危険だろうが何だろうが解散しなければ影響ない、党内からの不信任案出るんじゃねえの、ごねどくで騒ぐ界隈に弱い岸田、岸田はなぜか安倍麻生みたいには叩かれない、高市さんよりマシだもんな、ここで岸田が倒れるとパヨどもテレビなんかも困っちゃうんじゃないでしょうか、次高市さんになったら最悪だもんね、やずらにとってみたらね、我らにとってみたら一番いいですけど、不正利用が困難になるマイナ保険証を絶対阻止したいゴミますと野党がこぞってですね、マイナ保険証のせいで支持率低下って口揃えてますけれども、そうじゃないですよね、素行の悪い長男の身内びいき、度重なる増税匂わせ発言、山のない自治体にも森林保護税かける、公約にない突然の韓国ホワイト国復帰とスワップ再開、あとレーダー照射事件不問うやむや、党内の反対無視して LGBT 法強行、女性議員にパリ慰安旅行プレゼント、ガソリン200円超えでも消費税と二重課税になっとるガソリン税をやめない、補助金も打ち切る、物価に大影響がある電気代高騰を放置、それどころか再エネ賦課金絶対やめない、人口減少対策で外国人と共生しないとなんて言い出す、これで支持率下がんないならどうかしてますよね、岸田じゃダメだおじさん、岸田じゃダメだ、最近のあの岸田総理の表情は先生の言うことがさっぱりわからない落ちこぼれの困り顔、考えてもわからないので岸田は考えるのをやめたって顔してますね、何が何だかわかんねえで困ってる顔してんだよね、なんか最近の表情が、これ授業聞いててもさっぱりわかんなくて、授業中すっげえつまんなそうにしてる、人の顔に似てんな、私何が何だかよくわかってないんでしょうね多分ね、中国人団体観光来日再開だって、ゼロコロナ終わりますってことで、期待しているとか言っちゃうしね、また岸田世論です、こりゃキモいウルトラバカこのメガネは全く状況を理解してない、戦う覚悟ないやんけ、戦うんじゃなかったのかい、自民はただの利権政党だし、さらに梅毒蔓延が加速する、梅毒女増やすだけ、純粋な観光なら歓迎するが移住の下見とかだろう、麻生副総裁の発言まるで反対のこと言ってるけど観光業界へのおべっかですかね、岸田はおべっかが安いな、それでどれだけ大勢の関係者以外を怒らしてるかまるで分かってねえのね、外国人との共生を考えるなんて安い労働力欲しい、財界の前で言ったんですけども、それ以外の人らをどんだけ、シャグに触らせるか分かってないんだな、その場その場で耳当たりのいいこと言ってしのいできたし、それで総理にも慣れてきたんだから、そのやり方少しも疑ってないんでしょうね、岸田にとっては勝利の方程式なんでしょう、財界へのおべっかで外国人との共生を考えていかないと言ってみたり、毎度毎度何言ってんだバカって発言ばっかりで、あとあ目の前のことしか見てねえんだなこいつはっていう発言ばっかりでね、一般人の周囲は好意的な人2割、中立的な人7割、敵対的な人1割だそうですけれども、好意的2割、敵対的1割、この比率が崩れるとやばいことになる、好意的な人が敵対的な人の2倍以内と今の共産党や今の立憲みたいなことになるんですよ。オウムはね、敵増やしすぎて崩壊したんですよね。弁護士住所を漏らしてくれるオウムに好意的な TBS みたいな組織もあったのにね、坂本弁護士の住所漏らしたの TBS です。建設運輸業界の票を公明に持っていかれる。自民党が危機感。4代にわたって10年以上公明党が独占してきた国交大臣ポストを返してもらおう、声が強まる。公明党、国交大臣は我が党にふさわしいポストだ、譲らない考え、22年8月の組閣時に岸田総理がですね返してくれって頼んだんですけど拒否されていたみたいであります、拒否されっぱなし、ああそうですか、それで終わりがよみたいな、世論です。維新が公明を駆逐することを見越してんだろう、大体宗教団体が与党っておかしい、あとは離婚届にハンコ押すだけ、簡体字ハングル表記は公明党の仕業だぞ、
尖閣諸島付近の漁船立ち入り禁止も公明党の仕業な。奪い返したら公明党は一気に弱体化する。公明の支持率は先細り、そろそろ見切りつけろ。2013年の政権交代からずっと国交大臣は公明党ね。池田先生は国交省の地下におられる。噂ですよ噂。私が流してんですけど公明党が国交大臣なんで、公明党が漁船立ち入り禁止してんで、海保に手加減を指示してんで、まあ海保はね、あの国交省の管轄ですから、国交省海上保安庁ですから、で、中国は安心して尖閣諸島を領海侵犯できる。国交省観光庁国際観光課が率先して鉄道やバス、公共物に簡体字ハングル表記を推進している。推進してるなんて生優しいもんじゃなくて、お金こっちで出すから取り替えろ、までやってます。多言語表記ガイドラインにはですね、適当な言語を表記しましょうってしか書いてないのに、法的根拠皆無で恣意的に勝手に簡体字とハングルを選択しています。適宜英語以外の言語も表記しましょうぐらいしか決まってないガイドラインにないのに、じゃあ簡体字とじゃあハングルっていうのは国交省が決めてます。自民党が候補立ててない衆院選挙区で他の党が勝てば公明党議員ゼロも夢じゃないですね。まあ比例はなんぼが助かるかもしれないですけど、自民はこれを見越して強気の態度なんすかね。2022年8月組閣では拒否された。言われるがままだったんかーい、何も仕返しできなかったんかーい、言いなりですか、拒否します、ああそうですか、で終わりですか、バカ騎士だ。未成年不法滞在者に在留特別許可っていうのを出した特別超法規措置も公明党の要求だったんだってね。言いなりになってんじゃねえよバカ騎士だって感じなんですけど、自民の代わりに公明党がいる選挙区の皆様、頼みます。東京12区とか赤羽北区、立憲共産は論外だから、公明がダメだって言って立憲とか共産に入れるのはやめてね。あと社民とか頭がおかしい裁判官が法廷で日の丸バッジを外すように命じました。これを不服とした男性3人が国を相手に330万円の支払いを求め提訴しておりました春です。原告裁判長の命令は思想信条の自由を侵害する不当な行為で権限の逸脱乱用だ、国は330万円払え、傍聴席は思想をアピールする場ではない、国は争う構えだそうであります。裁判長の命令は思想信条の自由を侵害、日の丸バッジって思想信条なんですかっていう疑問がちょっとあるんですけど、原告なぜ日本の法廷で日の丸バッジを外さなくてはならないのか、私が韓国人や中国人で母国の国旗のバッジをつけていたら同じように外せというのか、報道で、問いかけ、しておりました。これが4月のことであります。8月9日おとといですね、被告本人が法廷で問いかけに答えろよ、被告証人尋問要求、被告証人尋問、これ民事ですから、あとね、被告がですね、なんつうのかな、国だから裁判官本人が被告でねえから、まあまあ出なくてもいいんだよね、この本人は。日の丸バッジ外せって言った裁判官本人はまあ裁判に出なくていいんですけど、呼べっていうことをおととい要求いたしました。世論です。日本人じゃないんじゃない、ある意味無敵の国家反逆罪、外国人による司法の乗っ取り、日の丸を問題視することが異常じゃないの、役所も警察署も消防署も自衛隊も裁判所も全部国旗掲げてんのになぜ、国が国旗を思想扱いとは驚いた、国旗をつけてるんじゃなくて、外せの方がよっぽど思想なんじゃないの。この件の清水響大阪高裁裁判官はこんな顔外見言うのも動画と思いますけど、
見事なパヨガヨだな、左翼を10年やってたら顔に出るって言いますけど、なんつうのかな、あの爬虫類顔っていうか深海魚顔っていうかね、こいつね、あの過去にはこんな判決もしておりました。頭がおかしい小学校教員、まあ、全教祖だか日教祖だか知りませんけれども、卒業式で日の丸伴奏のピアノを拒否する。これが4回続く。学校側、減給処分。言うこと聞かねえから。頭がおかしい教員、不服、訴える。決まりを守りなさい。指示には従いなさいって、子供に教えるべき教員がこれですよ。学校の指示に従わねえの。清水裁判官、ほら本人キリスト教だっちゅうし、宗教的なあれがあれで、減給処分取り消し判決。本当に頭おかしいな。国、法廷は思想を披露する場ではない。正当化してっけど、国旗バッジは思想じゃなくて所属とか身分を表すものなんじゃないの。例えば弁護士バッジ、法廷で弁護士バッジ外せって言われる。議員バッジもそうだよね。豊島区職員全員に SDGs バッジ、配ってね、胸につけること、強制してまして、みんな、区長から始め、誇らしげにつけてましたけど、苦々しかったですけれども、裁判所にはですね、国旗掲揚してっけど、あれも思想なの。それとも日本人じゃないから、日の丸が思想に見えんの。所属を示すバッジを、外せっていう方がよっぽど思想的なんじゃないのか。本人が法廷で言い訳しやがる。10月5日にですね、本人が来るかどうか、決めます。発表になります。いう話なんですけど、まあ、悠長ですよね。裁判官って特別公務員って身分でですね、国に仕えてるんですけど、それが国旗を否定ってどういうことなん、全くの意味不明だし、日本人に喧嘩売ってるよな。あれがダメ、これがダメ、これも思想、あれも思想って進むと、そのうちね、傍聴は全裸でってことにもなりかねませんよ。まあならないんですけど、清水響裁判官には名誉非国民の称号を与えたいと思います。というわけで8月15日メール党員の皆様、懇親会、申し込んだのお忘れなく。ドタキャンしないでね。私料金かぶっちゃいますんで、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。